ブリストルはアメリカ合衆国ロードアイランド州の東部、ブリストル軍の南側に位置する町であり、同軍の軍庁所在地である。2010年の国勢調査では人口22,954人であり、州内の市長を合わせて第15位だった。ブリストルは水深の深い海港である。町名はイングランドのブリストルから取られた。ブリストルの主要産業は造船。 製造業、観光業である。町の教育学区は隣接する、ウォーレン町のものと統合されている。住民の中で有名な少数民族としては、ポルトガル系アメリカ人とイタリア系アメリカ人である。フィリップ王戦争で最初の戦闘が1675年にブリストルの地域で起こった。フィリップは最後は負けることになったが、 そのインディアンの中での名前がメタコメットであり、ブリストルの主要道にメタコムアベニューとして残っている。フィリップ王は近くにあるマウントホープをその作戦基地にしていた。この山にある岩棚がフィリップ王の椅子と呼ばれ、マウントホープ湾に入ってくる敵船を見張るところとなった。この戦争が終わった後の1680年にプリマス植民地の一部としてブリストルに入植された。 イングランドのブリストルから町の名前が付けられた。1685年にプリマス植民地に軍が創設された時、ブリストルはブリストル軍のシャイアータウンだった。後にマサチューセッツのブリストル軍とロードアイランド州のブリストル軍に分割された。当初、ボストンのバイフィールド、ウォリー、オリバー、バートンという4人の投資家2100ポンドで売却された。しばらくは マサチューセッツの中に泊まっていたが、1747年に国王がロードアイランドに移管した。ブリストルの初期開拓者の中にデウルフ家がいた。ブリストルとロードアイランドは奴隷貿易の中心になった。ジェームズ・デウルフは奴隷貿易の主導者であり、後にはロードアイランド州、選出アメリカ合衆国上院議員になった。クエーカー教徒がロードアイランドで、 奴隷制度廃止運動の初期に関わった。アメリカ独立戦争の時、イギリス海軍がブリストル二度艦砲を射撃した。1775年10月7日、ウォレス艦長と HMS ローズが率いた船隊がブリストルの港に入ってきて、食料を要求した。ブリストルの町がこれを断ると、ウォレスは町に砲撃させ、多くの損傷を与えさせた。ロードアイランドの副総督、 ウィリアム・ブラッド・フォードがボートを漕いで、ローズに一気攻撃を止めるよう交渉した時に砲撃はやんだが、1778年5月25日にも2回目の攻撃があった。この時は、500名のイギリス兵とドイツ人傭兵が街のメインストリートを行軍し、宿舎や家屋30軒を焼き、住人のいくらかを捕虜にして、ニューポートに連れて行った。ブリストルは1854年まで、 ロードアイランド州に5つあった州都の一つだった。ブリストルにはロジャー・ウィリアムス大学がある。その名はロードアイランドの設立者、ロジャー・ウィリアムスの名を付けたものである。イーストベイ自転車道の南端がブリストル港のインデペンデンス公園にある。この自転車道は北のイーストプロビデンスに続いている。昔の鉄道の路上を使って建設され、その途中では 奈良ガンセット湾の最良の景色を眺められる。自転車乗りだけでなく、ローラースケート愛好者や歩行者も利用しており、ブリストルにとって価値あるものになっている。建設前は、犯罪が多発する可能性を予測できたために、住人の間に激しい議論が持ち上がったが、地域社会にとって歓迎される資源となり、予想された犯罪も起こっていない。ブリストルを基盤とする。 ヨット造船会社ハーショフが1893年から1920年までアメリカズカップを防衛し続けた5隻のヨットを建造した。コルトエステート、現在ではコルト公園は武器製造会社のコルトで有名になったもののおいであるサミュエル・ P ・コルトの家があった場所である。ナラガンセット湾の成功路に突き当たる大変美しい庭園にあり、 水際という日の昼いない景色で人気がある。1700年に建てられたジョセフ・レイノルズ帝は、ブリストル唯一のアメリカ合衆国国定歴史建造物である。1778年、ロードアイランドの戦いの時に、ラファイエット公爵とその参謀がこの建物を作戦本部に使った。ブリストルはアメリカ合衆国の中で最も早くから独立記念日を祝っている。 最初に言ったのは1777年の7月だった。この時、イギリス軍士官がナラガンセット湾から聞こえてくる物音を耳にしていた。これは、反乱を起こした植民地の独立宣言に1周年を祝うものである。朝には13発の砲弾を放った。植民地一つに一発であると想像する。夕暮れには、反乱軍のフリゲート艦が、 新たに13発を次から次に放った。夜は大変静かで美しかったので、縫製の小玉が湾を渡り、大きな効果を上げた。毎年の祝祭は1785年に第1回衆破協会牧師で独立戦争の退役兵でもあるヘンリー・ライトによって設立され、後にパレードが始められ、今日続いているものはブリストル7月4日、委員会が組織化した。 祭りは公式に6月14日のフラッグデーに始まり、屋外コンサート、街頭レース、独立公園での消防士の点呼と続く。クライマックスは7月4日のアメリカ合衆国最古のパレードである。このミリタリーシビックファイヤマンズパレードには、州内及び世界中から20万人の観衆が集まる。 このことでブリストルはアメリカで最も愛国者の街というあだ名がついた。2009年、ティパーティの集団が出しから独立宣言など政治的な看板を出してパレードの規則に違反し、その後の参加を止められた。同じく2009年、CBS ニュースの旅行編集者、ピーター・グリーンバーグがニューズマックス雑誌に書いた記事、アメリカの特徴ある都市と、 町25決でブリストルは第9位に上がっていた。グリーンバーグはその順位を決めるときに、ブリストルの独立記念美祝祭を挙げていた。この夏の祭りは、レーバーデーの日曜日に独立公演で、ロードアイランド交響楽団のコンサートと花火大会で終了するのが通常である。ブリストルは、西にナラガンセット湾、東にマウントホープ湾のある半島に位置している。 西側にある小さな半島はポパスカッシュと呼ばれる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は20.6平方マイルであり、このうち陸地10.1平方マイル、水域は10.5平方マイルで、水域率は50.99%である。船舶経流所の中所に800隻以上の船を経流できる。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人種別人高校生以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キューブリストル軍庁舎マウントホープ橋。ありがとうございます。